肩透かしを下ったような判決になってしまっています。国の責任を認めないという全く受け入れられない内容の結論でした。これが判決になります。あれだけの事故を起こしていながら、そしてこれだけの被害が生じていながら、今回第二小法廷何と言ったか、おそらく対策を取っていたとしても、取っていたであろう蓋然性が高い防潮堤作っていたとしても、結果を避けることはできなかった。そうであるならば責任は問えないんだと。私たちが何を一番求めていたか、最大の争点はどこと言っていたか、予見できたかどうか、この判決触れられていません。事故前の行政の実務がまさにその法令の趣旨目的に照らして正しかったのかと、そこを問うていました。そこについては全く答えていない。極めて政治的な判断、結果が変わらなかったから責任を問うのはもうやめましょうと、あたかもそんなような中身になってしまっています。